はい、どうもアノチェイス白地物語やっていきましょう。はい、今回はアミルにまず会うところからですね。よし、早速移動しましょう。はい、ダウンタウンの酒場近くまで移動してきました。ここにアミルがいるらしいです。酒場にいるのかな。あ、いた。見かけない人たちでありますが、自分に何か用事でありますか。おお、これはまさしく旦那様の手紙。了解であります。自分はレナード殿に協力してデミトールを動かすであります。じゃあ頼んだ。しかしながら自分一人では無理であります。現在はオフシーズンでグリード地下回廊のモンスター駆除が行われていません。地下回廊を通ってデミトールの頭まで移動するのは命がけであります。心配するな。お前一人を行かせたりするかよ。俺がビシッと守ってやっからよ。大船に乗った気持ちでいろ。坊ちゃん、なんともったいないお言葉。感激で泣けてきたであります。勝手にやってろ。グリードの地下回廊へはダウンタウンにある入り口から向かうであります。近くまで行ったら私が誘導するであります。ではみんな、グリード地下回廊へ、いざ。よし、険しいな。何だったの今の。険しいねって何だったんだろうね。アミル、すまないな。星マークのとこに行けばいいんだな。よし、行きますか。一応シーザーの装備だけは変えてみました。この上の防具だけは。遠いな。いや、本当にこの街はね、ごっちゃごちゃしすぎ。全然マップ覚えらんないもん。よし、グリード地下回廊。この地下回廊を抜ければデミトールの頭に出る。しかしこのオフシーズンは凶暴なモンスターがうようよしてる。楽しくなりそうだな。どうして楽しいのよ。ん？寂しいよりはいいだろう。グリードの地下回廊に侵入者を防ぐため、いくつか仕掛けを解除しないと開かない扉があるであります。デミトールに会うためにはその仕掛けを解除しながら先に進むであります。ただ危険な生物も生息しているでありますから気をつけていくであります。はーい。あ、ここか。めっちゃ広いな。俺ここもやった時はもうクリアはしてるんですよ。ここやクリアした後ぐらいに飽きてやめちゃってるんですけど、長いんだよここ。すっごい時間かかった記憶ある。もうちょっととりあえず今回動画短いけど、まあセーブポイントもあるしね。あったよね。あるよね。うん、あるね。うん、一回ここで切って、で、次の動画は、うん、結構多めにカットを挟みながら、このダンジョン攻略していくような感じの動画にしたいなと思います。めちゃくちゃ時間かかった記憶だけはあります。うん。そうだね、攻略サイトとか見ながら、うん、手際よく進めていこうかなとは思います。はい、めんどくさいね。うん、よし、まあとりあえず今回はちょっと短いですけど、ここで終わろうと思います。そんじゃあ終わります。バイバイ。